大森和代のいつもつながっているよ渡らせトーク。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。はい、先生、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、6月1日、もう6月、いよいよ、はい、いよいよ6月。そうですね。まあね、あっという間で、なんか怖い気がしますね。本当に早いですね。また、うん、今年も半分ですもんね、もうすぐ。そうですよね、はい、そろそろまたね、台風シーズンとかね、はい、またゲリラ豪雨とかね。そうですね、もう本当大変な時期に入るんですけどね、ええ、6月ね。でも私、あの紫陽花の花がいつも言うんですけど好きなので。あ、そうなんですよね、はい、6月は紫陽花がね綺麗に咲きますので、はい、紫陽花ね、あのいただいたのうちもね、オフィスにね、庭に植えてね、そうですね、結構咲いてきてますよね、はい、テステンもね植えたのか咲いたりとか、はい、本当あのお花は綺麗な時期でね、湿度もあるので花が ねどんどん育ってね、はい、はい、またお花の会やりたいなって思いながらずっとできてなくて、ね、はい、前回は初秋ということで秋にやりましたね。初秋秋でしたね、はい、初夏ですね今は ね、 じゃあね、そろそろやらせていただきたいと思うんですけど、はい、開けっぱなしでやるので蚊が入ってきてますよね。すね、みんな蚊に食われながらなっちゃいます ね、 いいですよね、それもね、蚊取り線香かなんか炊いてね、うちわかなんかでこう常時あるじゃないですか、浴衣着てきてくださいとかね、はい、はい、本当また実現していきたいんですけど、はい、で6月1日はマリリンモンローの日といってね、はい、そうみたいですね、うんうん、あのロサンゼルス市とハリウッド商工会議所が1992年に制定をしたということですね。あ、最近ですね、まだ ね、 そうですね、マリリンモンローさんのお誕生日ということですね。お誕生日なんですね、はい、1926年生まれ、ね、えご存命であれば93歳って93歳ってうちの父と同級生です ね、 そうなんですね、マリリンモンロー生きてて欲しかった、ね、そうですね、本当に憧れの、はい、なんか女性で、はい、すごくこう、まあ結構肉体美みたいなこと言われてますけど、すごく可愛らしい人だなって思ったんです。あ、そうですね、あの子供ながらに、はいはい、映画を見た時に、なんかすごく可愛い女性だなって思って憧れたんですよね、はい、そうなんですね。なので私、あの部屋にマリリン・モンローのポスターとか貼ってあったんですよ。 そうなんですか。あとマリリン・モンローのモンローのあのパズル、ジグソーパズルを、パズル、あのどんな柄がいいとか言って親が買ってあげるよって言った時、はい、マリリン・モンローがいいとか言ってワオーってやってる、あの有名な映画 の、 あの白いこうね、なんかワンピース着て、ひらひら、はい、それがなんか地下鉄のこの何ですかね、あのバーって下を地下鉄が通るとこの網網の上を通る、はい、ピューってスカートがめくれてこう、ワオーって有名なシーンですよね、はい、あれのパズルがあったんです。先生はそれをやってらっしゃる、それをこうやってパズルでやったりしてたので、すごくなんかこんなチャーミングで可愛らしい女性になれたらいいなって思ったんですけどもね、はい、はい、まあなかなかあの程遠いですけれども、もうすっかりマリリン・モンローさんの年齢は超えてしまいましたね。あ、93じゃなくてね、あのお旅立ちになったのが30代でしたね、確かね。そうなんですね、うん、若くね、はい、若くしてね、はい、亡くなっちゃって、なんかこう昔の有名なスターの方っていうのは早くに亡くなるのかなって、ジェームス・ディーンさんっていう、はい、知らないですよ ね、 そうですね、あの知らないよ。そう、あ、そうか、あんまり言うとちょっと年が、うん、いたんですよ、ジェームス・ディーンっていうね、あの有名なアメリカの俳優さんがね、はい、若くして事故で亡くなられちゃってね、マリリン・モンローさんはまあなんか事故死なのか何なのかいつまでも疑問が ね、 そうですね、残るんですけど、なんかケネディ大統領とね仲が良かったっていうことで、はい、何か暗殺説とかもあるみたいですよね。ケネディ大統領も暗殺されましたので、はいはい、でケネディ大統領のお誕生日に、はい、なんかマリリン・モンローさんが、はい、あのこうお祝いに駆けつけたっていう映像、はい、古い映像があって、はいはい、なんかよくそれのモノマネを私してましたね。そういえば、そうなんですね、なんかマリリン・モンローが、はい、なんかあのどんなね、ケネディさんのお誕生日に駆けつけて、Happy birthday to you とかって歌うんですよ。すごく色っぽくですね。はいはい、でなんか、あそこはね、Dear Happy birthday dear president って言ってましたね。President って言ってましたね。大統領ですね。はい、ジョーンとは言ってなかったですね。あ、そうなんですね。Dear John とかは言ってなかったですけど、そういうところにまでね顔出されるってすごいスターだったんだなって思いますよね。そうですね、うん、もう先生のモノマネのこと私今いっぱいかけちゃった。モノマネ今してくださって皆さん喜ばれてるんじゃないかなと。あ、そうなんで
ですか、なんかそれを冗談で私結構こう、はい、女の子の友達の前で、はい、なんかモンローの真似とか言ってピンクでとかって言うなんかそういうちょっと色っぽい歌い方なんですよ、そうなんです、うん、あでもなんかそれ見たことあります、私ありますよね、はい、有名なシーンなんです よ、はい、そうですよね、やっぱりジョン・ F・ ケネディの誕生日に、マリリン・モンローが来てその歌を歌ったっていうのがすごく有名な、私もその、はい、その時に見てるわけではなくて、後でそういう映像で見ただけなんですけれども、はいはい、なんかそれがすごい印象的で、みんなの前でも友達ですよ、うちわのね、本当に仲のいい女子会でよくやってたっていうだけの話なんですけれども、ね、貴重なものを、はい、拝見しましたね、いやいやいや、いつかね、はい、マリリン・モンローさんも4次元からのゲストでね、そうですよね、降りていただきたいですね、はい、その時は私に使っていただくかしら、あの白い声を着て、あのフリフリのワンボーっていうねえ、もう本当にいつかいつかいつか、ね、はい、あ、私じゃなくて誰かに降りていただきたいなと、由美ちゃんいいじゃないですか、いやいやいや、同じような年齢ですもん、そうですかね、ね、30代でしたもん、そうなんです ね、 ね、ちょっと私じゃかわいそうですよ、ぜひまたいつかね、はい、降りていただきたい方のお一人です ね、 で、 すね、はい、でも4次元からのゲストといえば次の大阪スペシャルセミナーは、はい、あの日本では大女優だった、はい、夏目雅子さんっていうね、はい、女優さんは知ってます、あ、はい、それは分かりますね、あ、分かります、はい、あれでも生まれてから、お亡くなりになった頃には私ちゃんと生まれてました、もう、はい、そうなんですね、はい、なんか綺麗な方でね、目が大きな ね、 ね、はい、方でしたので、まあ、本当その方にお会いできるのも楽しみですので ね、 そうですね、来週です ね、 ね、来週ですね、はい、ぜひ大阪スペシャルセミナーにね、はい、夏目雅子さんに会いにいらしてください、はい、はいはい、それでは先生、6月初めですので、はい、今日は、昭平和セポですね、昭平和セポね、はい、6月のカレンダーから、はい、はい、じゃあ今月はこちらですね、では行きたいと思います、はいはい、相手に対しての本当の思いやりとは、物、金を援助したり助言してあげることではないのです。今の相手の心に寄り添ってあげる、同じ気持ちになってあげる、これが本当の思いやり。はい、今月の言葉どうでしたか。はい、相手に対しての本当の思いやり、もしこう仲良くしている人とかがすごくね、今困っていて借金が返せなくて困ってるとか言われた時、あのついそういうお金を貸してあげたり、そういうのが思いやりかなと人間は思いがちなんですけれども、それとかあの友人関係で、ね、悩んでいたり、いろんなことをこう相談された時、相手が求めていることっていうのは、そこで何かこう先制的にあのその友達に助言をしてほしいとか、そういうことを求めているわけではなくて、その相手が今困ってる、まあ、大抵こう困ってるとかね、あのそういう時に相談して来られると思うんですけれども、その今の相手の心に寄り添ってあげること、例えばあの長年連れ添ってきたご主人が旅立っちゃって悲しいのよとかね、言われた時にどうもしてあげれません、そのご主人をね今ここにね、あのまた呼び戻してあげるとかなっていうことはできませんのでね、それはあの辛いから辛いのよ辛いのよと聞いてほしいって相手は言ってこられてます。その心に寄り添ってあげる、同じ全く同じ気持ちにはなれなくても同じような気持ちになってあげる、相手の身になって考えて一緒に悲しんであげる、一緒に涙を流して思い出話をしてあげると、そういうことが本当の思いやりということですので、ぜひ皆さんも思いやりを持ってあの人生を歩んでくださいね、なんて言うんですけれども、やはり辛い時には辛い相手の心に寄り添う、でもこれも嬉しい時も嬉しい心の相手の、あ、嬉しい気持ちのね相手の心に寄り添ってあげるのも、これも思いやりですね。やっぱりあの嬉しい嬉しい嬉しいって喜んでるのに、あそうみたいに冷めた顔をねされるよりは、本当よかったね、本当嬉しい、私も嬉しいよって言ってくれる方が、相手もとてもねあのほっとした嬉しい気持ちになれますので、本当の思いやりというものを持ってこれからも人生修行一緒に頑張っていきましょうね。
はい、先生今日も翔平和説法ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんカレンダーを ね、手元に置いて一緒にね、はい、やってくださってるかなと思うと嬉しいです。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、なんか一つまたご質問があってね、はい、言ってましたので。そうですね、はい、少しあの1ヶ月ほど前のコメントにあったんですが、はい、キキさんからコメントをいただきまして、はいはい、少し気になることがありました、はい、母方の祖母が95歳で亡くなりました、はいはい、突然の連絡にびっくりしたのですが、はい、私の父の誕生日でもありさらに驚きました。何かメッセージを感じた、あ、メッセージ性を感じたのですが、はい、どのような意味がありますかというコメントでしたね。はい、あの母の祖母ですか、母方の祖母ですか、母方の祖母、母の父ですよね。そうです、あ、おばあちゃんですね。あ、祖母ですね、はい、母のお母さんが亡くなる時に、はい、あの自分の今度は父の誕生日と同じ日に、ね、はい、ね、旅立たれたということで、はい、やっぱりあのそのもちろんメッセージというか、あの結構こういうことがあるんですね。ご親族の誕生日だったり、はい、逆に命日にお生まれになったとか、はい、そういうこともありまして、これはこの方の場合はやっぱり旅立つおばあちゃんが、はい、あのそのお母さん、自分の娘のね、旦那さんにね、はい、あとは娘のことを頼むよというね、そういう意味があって、その日に忘れられない、はい、その日に旅立たれたということだそうですね。そうなんですね、いろんな意味があって、あの親族っていうのは何度も生まれ変わってまた親族をしておりますので、はい、あの今回は母の母ですよね、はい、母の母と自分の父っていうのは血縁ではないんですけれども、はい、どこかでは絶対自分の父とおばあちゃんもこう、はい、あの血縁で生まれているっていうことはありますので、そうなんですね、はい、そのようにやっぱり通じてるなっていうのをね、はい、すごく感じますよね。そうですね、はい、でもまあお亡くなりになったっていうのはね、はい、寂しいことなんですけれども、はい、ぜひお母様とかにね、はい、教えてあげていただきたいと思います。そうですね、はい、はい、いよいよね、さっきも言いましたけど、大阪のスペシャルセミナーということで、はいはい、今回ね、来週ですね、はい、そうですね、あの以前、チャネリング去年ですね、初めてでそこでまあ終わっちゃってるんですけど、1回で、はい、チャネリングセミナーというのをね、はい、初めてさせていただいたんですよ ね、 そうですね、大阪のその会場で、はい、でその時に最後あの大森和夫と霊砂軍団というのの新人募集というのをね、させていただいて、はい、その時最後3人まで残ったんですね、はいはい、3人の方が残られて、その中のね1人の方が今回はデビューということで、はい、夏の雅子さんにね、はい、降りていただくということで、はい、どうなるのかちょっとドキドキするんですけれども、そうです、ね、これはあまり練習ができないことですので、はい、打ち合わせとかですね、そうですね、全くあのその場に降りてきていただきますので、はい、はい、私も楽しみにしております、はい、大阪も結構いろんなことがあるんですよね、はい、うん、あのセミナーの中で突然屋敷高人さんのなんか出てきちゃったりとか、以前ね、はいはい、弟子っていう方が出てきたりとかね、いろんなことがありまして、はい、チャネリングセミナーというのも大阪でそこでやっただけのセミナーですので、そうでしたね、なんかで、あと必ずあの天変地異の話とか地震の話をすると、はい、あの会場はこの天井がぐわーって音がするんですよ。不思議な会場なんですよ。それ演出って思われた方がいらっしゃったんですけど、はい、演出も何も、あそこはあの毎日新聞のビルの、はい、あの、はい、毎日新聞社の中ですので、そうですよね、あのそんな休みなんですよね、日曜土曜に、はい、土曜日曜は、だから上に人もいないって毎日新聞の方にお伺いしたら、はい、あの音は何ですかって聞いたんですね、2回もあったので、はい、でもいやそんな音はしませんって言われて、あのビルにはいないって、人がいないからって言われて、ね、上の方に食堂があるかなんかで、そこに食べに行かれた方とかはいらっしゃるんですけど、はい、社員食堂かなんかがあって、はい、あの行った方も食べれるみたいなんですね、はい、サバの定食が美味しかったとかなんかおっしゃってたんですけどね、はい、うん、でもそれは上の階じゃないの で、 そうです、ね、不思議なビルです、はい、またじゃあ大阪でお会いしましょうね、はい、はい、では、また来週まずラジオでお会いしましょう、はい、See you next week, bye!